明けましておめでとうございます。報徳学院学習ブログのトシです。このチャンネルでは小学生、中学生向けの学習動画、これを投稿しています。だいたいペースは1週間で3本から4本くらいです。このペースは今年も同じようにやっていきたいと思っています。そしてその間に日記の動画、これを投稿しています。今回は日記の動画です。ちょっと私の苦手な季節がやってくるんですよ。そう、花粉の季節がやってくると、こういうタイトルで新聞に書いてあった内容、これをまとめて今年、花粉の飛散量多いのか少ないのかと、これをお話したいと思います。そしてただ多いのか少ないかだけじゃなくて、その次の動画、明日投稿する動画では受験生の花粉症対策、これについてお話したいと思っています。じゃあ今年花粉多いのか少ないのかと、ね、杉とヒノキの花粉飛散予測出ています。で、全国的に見たもの、こちらからお話しすると、花粉の飛散量っていうのは前の年の6月7月の日照時間の長さ、これに影響されるそうです。日照時間が長ければ飛散量が多い、日照時間が短ければ飛散量が少ない、とこういうふうになっているんだそうですね。で、昨年の6月7月ってこの日照時間は例年に比べて長かった、多かったそうなんですよ。特に東北、関東、東海では一昨年より100時間も長かった、こういう結果になっていました。ですから今年の花粉飛散量は例年より多いと、こういう予測になっています。特に東日本、北日本では過去10年間の平均の 1.5 倍と、こういう地域が出るよという予測も出ていました。で、やっぱり私気になるのは自分の住んでいる地域ですよね。静岡県です。静岡県はどうなっていたかというと、ちょっとほっとしました。スギ花粉は平年並みだそうです。よかったね。飛散開始時期はだいたい2月の中旬頃、こういう予測になっていました。で、全国都道府県いろんな対策ね、花粉症の対策やってるんですよね。で、静岡県では2016年から植栽する杉の苗木、これを全てですね、花粉症対策、こういう品種に展開していました。また今研究しているもの、これもありました。花粉が全く飛散しない無花粉杉と、こういうものの研究とかね、開発、これも県で進めていました。さあ、皆さんの地域はね、どんな花粉症対策をやっているんでしょうか。明日は受験生の花粉症対策ということで、簡単にできる花粉症の対策についてお話したいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。